今回は怪奇現象が起こる部屋で怪奇現象の原因となるものを探し出して7日間を生き延びるホラーゲーム、カイヤをやっていきます。カイヤってすっごい直球なタイトル。まあ怪奇現象が起こる部屋でカイヤ、壁の色やばいけどね。これが俺のこの部屋ってことかな。ここで7日間生き延びる。1日目で家出ろてか、まあ2日目で出ろ。まず1日目怪奇現象起きてもまあまあまあこんなこともあるか、2日目起きたら出ろって思うんだけど、初めからやっていきます。初めから返します。はい、楽しみ。でも最近怪奇現象ばっか探してんな。テキストの選択、テキスト送り、ポーズ、へえ。ちょっと待って、部屋の壁もこの色なの？ちょっと壁の色やばいって。ダンボールハウス？カビてんのか？何？一回火事でも起きたんか？やばい色してない？これ怪奇現象じゃないの？なんだこの部屋。なんか読める。この部屋は何かがおかしい。壁の色ね。現実ではありえない現象が起こる。壁の色はこれ通常なの？どうやらその現象を起こしている原因となるものがこの部屋にあるようだ。壁じゃないの？その原因となるものを記録することで明日へと進むことができる。ほう。7日間を無事に越えればこの部屋から抜け出せる。怪奇現象の原因となるものを見逃せばきっと助からない。なんだそれは。暗転どうなの？あ、始まった。おい、なんかタイヤあるな。あとハンマーもあるな。調べれる？立派なハンマーだ。強く叩いてもびくともしない。おー、立派だね。うわ、テレビついたぞ。テレビついたぞ。これ怪奇現象じゃないの？何これ？窓ガラスがテレビに。もうどういうこと？てか、なんでタイヤ？使い古されたタイヤだ。ゴムの部分がかなり傷んでる。いや、そういう問題じゃないのよ。タイヤの使い古された感とかどうでもいいのよ。何？なんかニコちゃん急に来た。何？20世紀少年みたいな怖さ感じる。何これ、怪奇現象？これわかんないよ。もうなんかある。使用済みの乾電池だ。この大きさの電池は何に使うんだろう。どうでもいい。これ記さないでいいんだよね。あ、なんかあるよ。怪奇現象だけを記せばいいんだよ。何これ、道路標識。この標識は何を意味する。もう怪奇現象だろこれ、家にあんの。あ、ここもニコちゃんマークになってる。これは何？ダクトテープ？革のテープだ。かなり分厚い。一体何の革でできてる？革のテープって何？革で動物の革とかで話して。うわ、ニコちゃん！怪奇現象起きてるよ、なんか。何これ？赤のでっかいサイコロ。真っ赤なサイコロだ。出目だけ黒く沈んで見える。普通のサイコロだね、これ。ボードゲームでもやんのかな？え？いや、ん？いや、怪奇現象。だよね、これ。ここ窓じゃなかった？ん？何を報告すればいいの？何を記せばいいんだ俺は一体。原因となるものって言ってたよね。このニコちゃんマークの原因となるもの？道路標識か？違うよな。タイヤじゃね？タイヤじゃないのこれ。使い古したタイヤ、一回報告してみるか。報告ってか記す？これについて記しますか？はい、記す。部屋の中にタイヤは明らかおかしいもんね。え、ほらやっぱ窓。あ、え、あれ、あ、でも2日目になってる。あれ、安定した。何、1日目に戻されてる。どういうこと。ダメだった。あれ、なんかいるよ。え、何こいつ、こいつは何。あ、鳥の人形だ。可愛らしいか、どこが不気味さを感じる。いや、お前が置いたんじゃないの、自分で。なんで自分の部屋に知らないものが置いてあるときはもう怪奇現象なのよ、基本。あ、ラジオ。一昔前のラジオだ。電源が入っている。いや、でも音鳴ってないけどね、なんも。こんな絵あった、さっき。気のせい。なにこれ、スニッカーズ。未使用のライターだ。まだ中身の燃料がいっぱい、記さない。これは？これ何？ペットボトル？液体が入ったボトルだ。蓋が硬くて開けられない。いや、記さなくていいよ。何これ？
豆の缶詰だ。おそらく非常食だろう。近くに缶切りはない。これ勝手に現れた怪奇現象なんだけどね、基本的に。なんだこれ、お箸？水彩に使う絵筆だ。まだ少し乾いていない絵の具がついている。自分のじゃないの？誰のなの？こことか開いたりしない。開くやん。え、なにこれ、古びた双眼鏡。これを覗けば遥か遠くのものを見えるだろう。なんであんだよこんなものが。なにこれ、浮いてる絵が。あ、さっきのやつだ。え、怖っ、浮き出した。これ怪奇現象が起きてるってことだよね今。で、これの原因となるもの知らん。こっち、待って、なんでこっち向いたら、一瞬こ後ろ向いたら。恥ずかしがり屋。待って、これの原因となるもの、あ、なんかある。豆電球、内部のフィラメントが明滅している。あ、もう電気がつかないってことね。これに関係ないね。ん？これの原因？これが浮く原因となるものって何なの一体。え？筆か？絵筆か？ちょっとこれだってさ、別の部屋はいけないのこれ。いけないわ。いや、近いな、怖いな、こいつ。原因となるもの？原因となるもの？絵筆。絵筆だ。これでしょ。シルス。怖っ、近づいてきてる。どうだ？どうだ？一番関連してそうだけど、お、二日目になった。ん？なんかいろいろある。え？ふすま開いてる、ふすま開いてる。勝手にふすま開いてますけど。え、これは何？二日目行けたからクリアってこと？一日目はとりあえず。絵筆で合ってたの？わかんないのよ。なんか開いてるけど。なんかある、あと真っ黒な石だ、怖っ。見てると引きずり込まれそうになる。そんなもんが部屋にあるって。もうこれ自体が怪奇現象だと思うけど、これ原因の可能性があるってこと。これが開いてるのが怪奇現象で、これが開く原因。え、何？いや、もう絶対にやべえじゃん。なんか引きずった跡あるよ、血を。テレビか原因は。いや、でもなんかもう何も調べられない。このさ、なんかこういうマークが出ないと意味ないんだよね。これは何？ハサミだ。周囲に紙片が散らばっている。なんかこれもちょっと原因っぽいけどな。釘だね。少量の釘だ。先端は尖ってるに注意が必要だ。いや、まあもう今更釘とかもうどうでもいいな。何これ、何かの薬だ。英語で何か書かれている。飲むのをやめておこう。おい、お前が知らない薬が家にあるのやばいだろ。なんだこれ、でかすぎだろ。しかもちょっと待って、何なのこれ。黒い石なんじゃないのこれ原因は。こいつのせいで開いたんじゃねえの。この引きずった跡なんだろう一体。いやー、ここが調べない、しゃがんだりもできないしな。ここが調べられないってことは、まあ、この三つのうちのどれかな気するけどな。真っ黒の石、これに決めた。シルス、どうだ。まあ、間違ってたとしても、お、三日目いけた、やった。でも油断すんな。あ、なんか卵がある。三日目いけたけど大丈夫か。さっきなんか二日目行った後に、ああ、あ、なんかいる。え？怪奇現象じゃない。普通に人がいる、実体がいます。すいません、誰ですか。お母さんとかじゃないのこれ。これが怪奇現象だとしたら見えすぎてるだろ。ちょっと、え、これの原因を探せってこと。なんだこれ、うわ、なに、びっくりした。空のマッチ棒。え、なんか物音しました。つまずきました。なんか怖いな。なんかある。ああ、さっきの双眼鏡か。双眼鏡が欲しがってる可能性あるよ、あいつ。使用済みの乾電池。ほう。まだいる？なんか物を取りに来てる可能性。卵か、もしかして。うわ、一直線に卵見てる。卵じゃないのこれ。卵だ。今にも帰りそうなくらい暖かい。だから、これ帰るのを待ってんじゃない。あいつほら、明らかに狙ってるもんね。卵。うわ、傘。
中の金具が少し折れ曲がっているとか、ちっちゃくないこの傘。2人いる、怖すぎだろ。ほら明らかに卵見てますね。卵の親なんですかあなたが。何これ、かなり大きい岩だ。部屋の中にあるのは不自然だ。うん、不自然じゃない、こいつの部屋は。何があってもおかしくない。なんだこれ、大量の銅線。今だと一体いくらになるだろう。売れ売れ売れ、すぐ売れ。これなんか卵な気するな。あいつらが両方バッチリ見てるのは卵だもんだって。怪奇現象と言っていいのかどうかわかんないけど、原因は卵。これ記してみるか一回。もうバカゲーじゃん、ただの。記す。どうだ？どうだ？4日目行ったか？え？は？うわあ！え、違ったの？なんかやられた。え？卵じゃなかったな？うわあ、1日目戻された。卵じゃなかったんかい。なんだそれは、なんだったのあいつの。え、あ、なんかどんどんなってる。え、やっぱあいつ怒ってる。卵じゃないのあいつの原因。なにこれ、高価そうなペンだ。アップルペンシルに見えたね。最近ペンを握る時間が減った気がする。へえ、銃があるね。おもちゃの銃か。おもちゃの銃だ。おもちゃであっても人に向けてはいけない。そうだな。何これ、階段、はしご、鉄のはしごだ。はしごが続く先はない。なんだこれ、下に降りれる。うわ、はい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 、これの原因、あ、2って書いてある。数字がある、珍しい。手でどうやって作ったんあれ。1個2522、え、ニコニコ、ニコニコ動画ってこと。いや、3とかもあんの。うわ、絶対サイコロじゃないこれ。これ原因サイコロでしょ。これサイコロだろ絶対。真っ赤なサイコロだ。出目だけ黒く沈んでみる。これしかないだろ。もうちょっと待って、一応見る。開く、ここ開く。何これ、帽子だ。俗に言うカウボーイハットだろうか。関係ない、絶対関係ない。これはさすがにサイコロな気がする。なんだこれ、お守りだ。一体どんなご利益があるんだろうか。これもなんかありそうだけど、でも数字と赤色、サイコロです。よし、知るそう。これは分かりやすいわ。 EC 問題じゃない。どうだ、お、2日目行きました。だからまず最初に怪奇現象待った方がいいね。ちょっと遅れてやってくるから怪奇現象は。またお前か。こっちはいない、今日こっちいないな。またお前かよ。でもやっぱ待って、こいつの時絶対卵あんだけど、ここに。これ引っ掛けってこと？最悪だなマジで。あ、はい、来た。待てよ、さっきもあったものしかない。さっきなかった、うわ、さっきと全く同じだな配置が。あ、なに。まあ次に可能性があるとしたら、あいつでもみ、え、空のマッチ箱？もしかして。お互い見てるね、こっちと、こっち。マジ？でもわからん、もう。これ、一回やってみるか。どうだ？マッチ箱。空のマッチ箱。絶対いらないと思うけど。ダメじゃん！ダメじゃねえか。なんなんだよ、こいつらの目的。いや、もう、よくわからんわ。扇風機。扇風機。いっぱいある。いらない、絶対こんなに扇風機。しかも変、つける場所が。クーラーあるならいらないだろ絶対に。あっ、で風車ある。うわ、絶対これだ原因、風車。うーわ、すごいバランスで、リンゴ置いたんだこれ。リンゴだ、まだ新鮮なようだ。すごいバランスだ。マッチ箱でしょ。ああ、さっきの、ああ、さっきのね。これ風車じゃない、これはさすがに。いや、回る方向おかしいよ。扇風機でそんな回り方しないよ。普通首の部分が回るんだよ、それ。うん、なんもないね。なんも。うん。これ風車でさ、さすがに。待って、ここ開くか。サッカーボールだ。いや、いらない。これさすがに風車でしょ。これを回すためにやってんじゃない？この扇風機たちは。どうだ？どうよ？二
2日目どう？あ、大丈夫そう。行ったのかな。バットある。バット、野球用のバットは使い古されてるような。これでボールを打てば遠くまで飛ぶだろう。うん、まあ、とりあえず今日の怪奇現象見ない。え、白い手、白い手だな。なんだ、ん？なんすかこれ。いや、なにこれ。あ、ビブラスラップ、あれか。ガーンってやって甘いの時に使うやつだ。これは楽器なのだろうか。まあ、楽器なんじゃない、一応。リンゴでしょ。これはな、なんだこれ。ああ、 F でね。これは懐中電灯。電池入ってるか、電源は入らない。壊れてんのか。なんか、ん？雨降ってきてる？え？気のせいか？なんか雨っぽい音した気がしたけど。拍手？拍手してない？なんか、え？違う？拍手してるよね。まあまあ少量の拍手してない。ラジオ、え？拍手されてるね。なんなのこれ。拍手、白い手で拍手。ああ、すごい盛り上がってきた。皆さん、僕がポッキーです。もうありがとうございます、ありがとうございます。いやー、僕の実況面白いですよね。拍手せい。遅い、何やってんだ、遅いって。え、バットかな、何なのこれ。何なのこれで拍手しないで、やめてよ。うわ、気持ちいいな、お前が拍手されるって。いやー、皆さん僕のこと好きですか。拍手止めんのやめて。何やってんだこれ、本当に遅い。何なんだろう、バットじゃないのこれ。バット以外だってあんまり原因、バットだな、バットです。バットでいこう、バットでいける、いけそう。みんな同意してくれてる。野球選手なんじゃない。3日目行った、正解か。よしよしよし、やったわ、バットだったっぽい。ん、何、ダメ、誰出された。ダメだった。バットじゃなかった。待って、これ卵あるってことは、もしかしてあいつ来る、もしかしてまたあいつ来んじゃねえの。来るだろ、わかるぞ、絶対作る。来たー。いや、いいのよお前はもう。卵でもない、マッチ棒でもなかったでしょ。いや、金か、金か、石な可能性あるな。石で一回報告してみるか。もうこれわかんねえわ。どうだ、もうね、死にげ。はい、ダメでした。なんだこれ、なんなんだこいつの目的は。こいつなんなの、傘かな、わかんなすぎる。うわ、タイヤだ、タイヤが来た。お守りもあるわ、タイヤお守り。なんだこれ、スマホ。あ、でも調べられない。うわ、びっくりした、スマホに着信、着信来てますよ。でも僕出れません。これ怪奇現象なんなのこれ。怪奇現象っぽくないけど。うわ、石だ。ん？でも出れない。誰か知らないスマホが鳴ってるってこと？お部屋の中で。怖すぎだろ。怖すぎだろ、マジで。メッセージが届きました。はい。え？進捗メッセージ。うわ、文字化けしてる！なになにな。なんか同じことめっちゃ言われてる。メッセージが届きました。やばい、めっちゃ言われてる。なんだろう。おいおいおい、間違えてるって、なんか。同じことばっか連投、スタンプ連打みたいにされてる。でもなんか質問だな。なんとか言う、なんとかなんとかみたいな。なんだろう。メッセージが届きました。いや、もういいよ、いいよ。長いって。
なんだ、燃料タンクこぼしたら大変なことになりそうだ。メッセージが届きました。これは、あ、高価そうなペンか。スマホは別に関係ないんだもんね、怪奇現象に。いや、送りすぎ送りすぎ。メッセージが届きました。送りすぎ。あとメッセージ届いた時、毎回メッセージが届きましたって言われんの、あのスマホ。ちょっと迷惑じゃない、それはそれで。なんなんだろう。メッセージが届きました。今回の原因、石か、タイヤか、お守りかな。スマホメッセージ、はしごは違いそうだよな。なんなんだろう。ペンも違いそうだけど。メッセージが届きました。わかったって、もう。ちょっとこれむずいな。なんなんだろう。メッセージ、メッセージが届きました。でも可能性のペンかな、なんかメッセージを返すって意味で。ちょっとこれメッセージめっちゃ届くから一回やってみよう。でも自信ないです。あ、2日もいけたけど、待って、この後押される可能性あるから。全然こっから死ぬ可能性あるからね。これこれ家にある人初めて見た、怪奇現象だこれも。あれ、暗くなってきてる。何、闇が、何、暗くなるっていう怪奇現象。あ、絶対そうだ。てかさっきの合ってたの、ペンで。マジ、それがびっくりなんだけど。まず傘ある、傘ねー。何？何の音？なんかめっちゃ、大丈夫？なにこれ？ショベルか。よく見ると持ち手の部分がないショベル。やばいって。あ、何？なんかいる？怖っ！なんかいる音はするけど何もいない。なんか何もない。マジかよ。何これ？線路？よく見ると血がこびりついている。線路部屋の中になさそうすぎて目を疑った。今線路が部屋にある。どういうこと、線路のその部分だけって。これは何、縄、人一人くらいなら簡単に引っ張れるくらい丈夫だ。ん、これさ、なんか椅子があってさ2個で暗くなってんじゃん部屋ってことは、縄の可能性あるよなこれ。なんか椅子が4つあるんだよな。これでは絶対ないよね。道路にあるポールだ。一切ぶつかった痕跡、あと等がない。なんでここにあんだよ。ちゃんとなんか埋め込まれてるし。何これ、錆びた包丁。めっちゃ怪しいけどな。でも俺ロープな気がすんな。まあ一回ロープで行ってみるか。なんか椅子がやったらあんのよね。まだこれ椅子って調べられないよね。無理だ。これロープな気がする。一回記してみよう。まあ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 。何回も間違える芸ではあることは確か。どうよ。あ、もう一回目行った。で、まだ油断すんな。まだ死ぬ可能性ある、全然。こっから。大丈夫か？知らない？知らない！知らない！よし。なんだ？また出たこれ！拍手！うわ、なんなんだ。バットじゃなかったんだよね、さっき。ラジオかな？なんかこのビブラスラップね。うわ、ビブラスラップなのかな。そんなことある？これなんだっけ？電池が入ってるか、電源のつかない懐中電灯。それないだろう。拍手の原因？なに？釘でもないよね。拍手の原因？ビブラスラップか。ビブラスラップバーンって鳴らしたら拍手。あ、待って、ラジオの可能性ない？ラジオって始まる前大体拍手を切るもんね。そうでもないか。でもなんか一番拍手と近そうなものは、まあ、ビブラスラップかライトか。あ、ライトだ。あ、ビブラスラップかラジオだよね。それ以外、でもこんなさ、押し入れにこんなさ、いかにもな感じで置いてあるビブラスラップさ、なわけないよな。釘はないよね、さすがに。関係ないもんな。ラジオな気がする。ラジオで報告してみよう。ラジオです、これは。どうだ、原因はラジオ。お、正解か。めっちゃ拍手大きくなったけど。4日目どうだ、手くんなよ、手くんな。うわー、なんなんだよマジで。ちょっと待って、教えて。ビブラスラップかな、じゃあ。
原因教えて。うわ、ジョウロ来た。水やりに使うのだろうか。この部屋にあるのは観葉植物のみだ。水やりに使うのだろうかってなんだよ。え、なんすか、勝手に開いた。ん、なんか花瓶に花があるよ。これが怪奇現象ってこと。あー、なんだ、勝手に閉まった。あ、俺が開けることはできない。勝手に開くよ、もしかして。はい、自動ふすま。え、なんか増えたぞ、増えた。え、ジョウロじゃん絶対これ。ってか、これ絶対原因ジョウロだろ。なんか新顔ある。これさっきの鳥の置物でしょ、サッカーボール。ジョウロだろこれ。これわかるよ、ジョウロだって。これ開くだろ。また、また増えてんじゃないの。増えてますね。ジョウロですねこれは。これはわかった、これイージー問題。ジョウロ、はい、シルス。でもこれ同じ問題も出てくるから分かってったら早そう。あ、風車あるってことは、あれ、ないの。うわ、え、なにこれ。あ、錆びた鍵、なんかドンって今なんなかった、気のせい。うわ、真っ黒な石、なんだ、どんどんすんのやめて。うわ、でかい石きた、なんだ、どんどん壁ドン、壁ドンされてる。なにこれ、包丁、怖っ。あ、上から落ちてきてんの、包丁が。怖っ。え、あ、え、なにこれ、原因は。これの原因とかわかんな。鍵か、肩車。え、めっちゃ開いた音したけど、壁ドンかな。うわ、なに、なに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 、やばい、壁の色がもっとやばいことに。いや、これ相当、相当、相当やべえぞ、これ。なんだこれ、これの原因は。一体。相当やばいことなことは確かなんだけど。なんかある下にはないもんね。いや、もうでも、新顔がいないから。やばいやばい、どんどん。これ、鍵なんじゃない？バットはないだろ。だって、包丁、凶器はあるから。錆びた鍵、説あるよね。そうだよね。もう怖いから行っちゃうよ。錆びた鍵、シルス、どうだ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 。3日目一応行ったけど、どうどう、死なない。あ、これ待って、あいつ来るやつだ。あ、死なないってことは、どうも、死なないってことは錆びた鍵で正解なんだ。でも俺はまたここで死ぬ気がする。なんなのこいつのお目当ては。お前何を借りに来てんだ。これヒントとかないの。チラ見、チラ見。いや、もう表情が何それ。いや、おっきな石はないよね。なんか物音すんだよな。いや、まあこの、これの可能性はあるよね、動線。まあもうやるしかない、知るぞ。もう、もう総当たり。こいつに関してはダメなんかい。おい、こいつの目当てマジなんだ、傘か、大きな石か。え、なんかヒントないの、あいつだけ。え、なんだ、なになに、なんか流れ出してる、なんか BGM が。ラジオからか。あ、ラジオじゃなさそう。ん、あ、何？わかんない。なんかどんどん音が不協和音に。縄だ、縄関係ないもんな。え、色が、色が消えていく、この世界から。やばい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 、怖い。これの原因って何なんだよ。わかった、白黒の世界に来てるこいつなんじゃない。さては、だから白黒になってくんじゃない。違う、うわ、これ面白いよ、それだとしたら。てか、それであってほしい。これなんかもまだ変化あんのかな、この後も。うわー、恐ろしいわ。だいぶだいぶもう曲がフリー BGM だよね、これ結構有名な。もう大丈夫かな、変化起きないかな。多分こいつだろ、こいつが白黒の世界に生きてるから、この世界を白黒にしたみたいなね。迷惑な道路標識だぜ、まったく。
どうだ、2日目行ったけど。あれあれ続いてない、あれさっきの、あれダメだったってこと俺、えダメなんかい、違ったんだ。いやもうわかんない、わかんないよもう。靴、風車、今日の怪奇現象は何、何これ、メガネだ、レンズがかなり分厚い、これがあれば何でも見えそうだ、何でも見えればしないだろう。あ、なんかある、ミッションのライターか、うん、今日の怪奇現象は何、逃げろ、どうして帰れ、おい空中に書くな文字を、消したりもすんな、消すんよ、気になるって、 LINE のなんか送信取り消しみたいなことしないで、あれめっちゃ気になるわ毎回、何打とうとしたんだろうって思って、なんだろうこれ、ビブラスラップじゃ絶対ないし、ライターでもないだろ、お金でもないだろ、メガネじゃない、なんかメガネな気がしてきたな、これなんだっけ、あーこれもう使ったもんな、高そうなペンとかだったら可能性あるけど、いやこれはさすがにメガネな気がすんな、うん、これメガネでしょ、だからなんでこれ襖の中になんもないんだろう、なんもないパターンもあんだね、一回メガネほぐしてみよう、どうだ、地味コアだったね、まあ、2日目行ったけど、まだ油断すんな、ここから死ぬ可能性はある、大いに、えっ、アヒル、お、アヒル、アヒル来たな、え、こういうゲームやったことあるぞ俺、あ、俺アヒル、俺こういうゲームやったことあるぞ、アヒルがどんどん増えていく、バウンドさせるやつ、アヒルを、ん、おい、めっちゃ来たな、めっちゃ来た、めっちゃ来た、アヒル、あ、すごいすごいすごい、アヒルだね、原因は何、アヒルの、果たして、これじゃない、薬じゃない、なんか変な幻覚見てるみたいな、めっちゃ増えてきた、これどれくらい増えんだろう、鳥、うわー、鳥の人形の可能性もあんな、鳥の人形の可能性も、あ、卵じゃない、これアヒルの卵なんじゃないの、そうだ絶対そうだ、卵が帰ってんだ、めっちゃ増えてきた、可愛い、でも怪奇現象なんかこれは、嬉しいけどね、こんなこと起き出したら、俺の方来るの、卵を多くしてみよう、待って、危ね、なんだこれ、あ、じゃあただの段ボールか、行くよ、あ、え、俺から出てきた今、あ、近く、後ろから、うるせえ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 、報告するぞ、卵だろお前らの原因は、そうなんだろ、どうだ、3日目行ったけど、てかこれ7日生き延びるの結構大変だな、お、死なない、やっぱ正解、卵で正解ってこと、あ、正解ってことでいいの、てかなんかさっきさ、このここら辺なかった、足元になんか気のせい、消えたけど一瞬で、監視カメラだね、どうやらすでに壊れてるようだ、これについて記しますか、でかすぎだろ、なんもねえ、監視カメラ、なにこれ、あれこんなあった、この絵みたいなの、写真みたいな、調べられないけど、縄ね、え、今回の怪奇現象どれ、タイヤ、タイヤ、これもうなんかデフォルトであんのよこの家に、え、今日の怪奇現象どれ、今日の怪奇現象、やだな、今日のワンコみたいなノリで目覚ましテレビで今日の怪奇現象発表し始めたら、うちの怪奇現象はねとっても可愛いんですよ、ほら見てくださいとか言って、ゴーみたいな化け物映ったら、あれここにあった絵なくなってる、あ、待って、どういうことだ、あ、移動してんだ、移動してる、ほら、なんだろうこれ、これさっきやっぱ見たんだ俺が、なんだ、え、なにこれ、なんか監視カメラかなこれ原因、あ、また消えた、これどっか、あ、これここにある、これがどんどん移動してる、部屋の中を、なんか光ってるよね、これが部屋の中を移動してるっていう怪奇現象かな、よくわかんないけど、いやまあこれ監視カメラな気がすんな、また移動した、どっかに、どこに移動した、え、わかんない、どこに移動したんだ、
え、わかんない。どこ行ったあれ。え、ないもんね。あれ？あれ？消えた。消えたぞ。ん？まあ、あ、戻ってきたわ。ああ、またこれ、あれだ、さっきと同じ。いや、これ監視カメラっぽいな、なんか。監視カメラってさ、なんか、こういう感じになるときあるもんね。なんかバグった時とか。ちょ、一回保護してみよう。でかすぎるけど、これ感じかな。どうだ？どうよ？4日目。どうだ？知らないか？知らない？正解？ピンポン鳴ったぞ。お母さん、出てー！アマゾンかも！なにこれ？あー、これガソリンか。燃料タンク。めっちゃピンポン鳴ってる。押しすぎ、押しすぎてるな。アマゾン業者が押しすぎてんな。卵だ。卵はもう原因あった。ハンマーかな。押しすぎてたね。は、エラー起きたんだけど。ゲームに。嘘でしょ？ちょっと待って。え？なんかエラー起きたんだけど。落ちたんだけど！続きからできないんだけど！なんでだよ。なんでだよ。もう、いいとこだったのに。もう、0日目から。いや、1日目からか。おい、なんだ今の。めっちゃ怖すぎんだけど。あれ、あれか？ピンポンって鳴って強制的に、てかさっきミスったのかな俺さっき。監視カメラじゃなかった的な？エラー起こすっていう終わり方もしかして。だとしたらひどすぎるよ。ちょっと。あ、アヒルだ。もうこれ卵、これ卵確定。これ卵確定ですわ。もうでもだいぶ上がってきた。もう攻略班。怪奇現象攻略班。お任せください。あの人が見てくるやつだけわからん、未だに。これなんだ？うわ、これだ！これだよ！さっき俺が死んだやつ。多分。多分エラーで。え、でもさ、監視カメラっぽいよね。これさすがに。ちょっとね、もう一回監視カメラやっていい？これもう一回落ちたら、もうそういうことで諦めるわ。まあ、すぐ来れるし。どうだ？ピンポン鳴る？ピンポン、あ、なにこれ？お、なった？豆の缶詰か。あ、死なないわ。ピンポンじゃない。なんかネチャネチャ聞こえる。ん？雨の音？なんかネチャネチャ聞こえるけど。なんだ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 。なんかついてきてる。これ靴じゃない？靴あるよ、明らかに。怪しい靴が。ああ、誰誰誰誰誰誰。誰ですか、今の。もう明らかに近い、明らかに近い。なんだっけ、これ。来てる、肩の入ったボトル。ああ、来てる、来てる、明らかに来てる。来てる、来てる、来てる、来てる。いる、中にいる。いや、これ靴だよ、さすがに。さすがに靴だよね。めっちゃ来るよ。やばいやばい、めっちゃ来る、めっちゃ来る。いや、来すぎ、来すぎ、来すぎ、うるさ、うるさ、うるさ。お前、靴置くしょ。うるさ、うるさ、うるさ、うるさ。どうよ。え、わかんない。うわ、待って、これまさか。あいつ来る。来い。3、2、1、どうぞ。いや、もういいよこいつでも。待って、マッチ棒じゃなかった、卵じゃなかった、お金でもなかった、石か金、じゃあ石か傘。双眼鏡はない気がするな。いや、でも覗くって意味で双眼鏡なのかな。うわ、そういうことだ、絶対覗いてんだあいつ、絶対そうだ。記します、もう間違いじゃないこれは絶対。どう、来たー、やっぱ双眼鏡だったんだあいつ。原因は解明したぞあいつの。うわー、何、え、タイヤ今の、何、なんか来たの今、何今の、ちょっと、え、何何、巨大巨大巨大か、巨大なトンカチ落ちてきたな今。何？何これ、巨大トンカチ落ちてきてる。これの原因むず。あー、非常食の豆違いそうだな。巨大なものが落ちてきてるっていう怪奇現象。何が落ちてきてるのあれ今。なんだ、あ、あ、何これ、砂時計。あー、これだ、絶対そうでしょ。砂時計のように落ち続けてんだ。
違う、もう一個落ちてくるもの見つけよう。何が落ちてくる？人だね、人が落ちてきたね今。もうよくわかんねえや。でもその後計確定。いいんじゃないこれ調子今回。6日目来た、青い、青くなってる。何？なんだ？なんだ今のノック。いや、岩、うわ、なんだっけこれ。え、これやったことあるやつ？あ、これやったことあるやつ、やるやつ、あるやつだ。これ、これでしょ、紙だ、鍵だ。よし、7日目どうよ。ウィーフィットトレーナー来た。何？あ、やばい、これ近づいたやばいやつか、これ。やべえ、落としてる。あ、怖ぁ。ウィーフィットトレーナーの本気のやつ来た。7日目だぞ。こいつの原因？双眼鏡も違う。傘か？え、手広げてんのなんだこれ。ライター関係なさそうで。え、なんかあるけど。大きな雪玉、近くにいるだけで冷気で凍えて動けなくなりそうだ。あ、やばい、待て、やばいやばいやばい、空飛ぼうとしてる。ドローンみたいな音する。あいつ手を広げたまま空を飛ぼうとしてる。え、でも、お、石もあんのか。え、雪玉じゃないのこれ。こんな見たことないけど、雪玉とか。待て、凍えてる可能性あんのこれ、寒すぎて。あ、もう雪玉です、これはさすがに。もう、後悔しない。どうだ、凍えてんだ、あいつは多分。え、17日。あー、出た。やった出れたんだよね、これ。どう？おお、面白かった。え、面白。すげえ、俺もうだいぶ見たかもね。いろんな怪奇現象。面白かった。もう一周しよう。なんかまだ見てない怪奇現象もしあったら見たいな。けど、まあ全部割と見たかも。だからもう一周もうクリアできるかも。面白いこれ。なんかもっといろんなパターン見て。初めてのやつ来た。いきなり来た。そんなことある？これまだ結構あんのかな。やってよかった。傘、あ、いや、一本だけ赤い傘あんな。やばいこれ。お、いや、音もなく落ちたの。音もなく。いや、これ傘なんじゃないの。あ、なにこれ。あ、ここにもあったの、赤い傘。おお、赤い傘だけ落ちてくる。面白い。え、でも今回に限って傘がない。雨の匂い。あー、これだ、タオル。もう素早く行っちゃうよ、7日目まで。はい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 。まあまあまあ、まだ分からんけど。まだ死ぬ可能性あるけど。うん。あー、これね。これメガネでしょ。もうわかるよ。いや、でも新しいやつ結構ありそうだね、まだ。見てみたいな。サッカーボールある。うわ、このパターン初めて。いや、ジョールがあるってことは。あー、それね。さすがにもう全種類見たか。いや、面白いな、このゲーム。いや、これいろんなパターン見てみたいな。いろんな場所でもできそうだしね、これ。なんか。この鳥は関係なかったね、最後まで。もう4日目か、早っ。やっぱ攻略すると早いね。なんだ今日の怪奇現象は。おーい。あー、これね。これはもうこれね。はい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 。いや、いけるもんだね。もう全部攻略したかもな、マジで。これは襖開くやつか。あー、これ黒い石だったよね、確か。覚えてるもんだね、意外と。え、これもうクリア、もしかして。最後のあの雪玉なんだったの？なにこれ、初めて見るやつ。え、電車来んの？電車来んの？え、電車来んの？電車来んの？近づいたらなんかお…で、なんか線路の踏切の音するけど。なにこれ線路だろ、絶対に。もう100これだろ。いや、もう絶対線路やん。なに書いてあんのこれ。なんか読めそうではないね。100これだろ、線路。よく見ると血がこびりついてるの怖いけど、これは線路確定でしょ。来た、7日目迷わずこれだな。さあ、なんだい。あー、暗くなるやつか、これ。暗くなるやつじゃないこれ。なんだったっけこれ。暗くなるやつの原因。
包丁だじゃなかったよね。なんだっけ。あ、椅子か。椅子、あ、縄だ。あー、はい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 、そういうことだ。なるほどね。いやー、なるほど。いや、おもれー、このゲーム。あ、10日。え、さっきと違う。あ、まだ見つけてないのが10個あるってこと？そんなあんの？マジで？いや、でもこれさ、毎回なんかさ、なんかセーブされてないっぽいから、なんか毎回新規でゲーム始めちゃってるから、まあ、もしかしたらもう見つけてあるけど、減ってない可能性はあるよね。どうなんだろう。ほら、だから続きから始められないんだよ。これリセットされてるから、毎回。毎回リセットされてるから、あれの可能性ある。だからもしかしたらもう全部見てる可能性ある。と言いつつもう一回やる。どんだけ楽しむんだ、俺は。いや、このゲームマジ楽しいわ。なんか見たことないやつ来ないかな。これは？あ、このパターンを見、あ、手ね。これだ。なんか記憶ゲーになってる。記憶ゲーになってんな。いや、俺的にこのゲームの MVP はあのやっぱ見てくるやつかな。覗き魔。待て、これ、やったことないかも。てか、テレビに映ったニコちゃんマークのやつもあれも解きたかったな。まあ、これやったことないかもな、この。え？やばい、初めてのやつ来た！何？え？赤い霧。赤霧。燃えてるな。マッチだ、マッチだ、マッチだ。マッチ、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 マッチ。なんか死にそうだから早めに。うわー、こういうパターンもあんだ。出た、これ。これ、なんだったっけ。あ、こいつだ。あ、違う、こいつで間違ったんだ、俺。そうだ、白黒の世界になってくんだけど、マッチやった、ロープやった。シャベルまだ見てないね。でも、シャベルと何の関係性があんだ、一体。ラジオか、普通に。普通にラジオかな。これ関係ないよね。これも関係なかった。まあラジオな気はする。でもなんで白黒になっていくんだろう。まあでも音楽がだんだん不協和音になっていくっていうのはラジオの可能性もある。あ、え、なに、カメラ、え、自分ち。でも自分は映ってないぞ。リアルタイムではない。なんだこれ、監視カメラじゃない。なんだっけ。あ、濡れタオルは違う。なんでパソコンにも映ってんだ。ん、怪奇現象なのか、これは。果たして。うわ、雪玉ある、大きな雪玉。これ何なの、マジ大きな雪玉って。え、あれ、なんか紙みたいな貼られてるな。よく見たらハサミってことかな。なんかテレビよく見たら紙みたいな貼られてた。ライターでしょ。貼られてるよね、どんどん。こっちにはでも反映されてないけどな。リアルタイムではないのか、これ。ようわからんな。まあとりあえずこれだな、多分。ハサミ、まだハサミ使ってなかったはずだし、確か。まだあんじゃん、めっちゃ。5日目。で、急にスムーズになったな、なんか。あー、出た、ビブラストラップ。あー、これか。これってラジオが正解なんだったっけ、結局。結局ラジオ正解なんだったっけ、これ。違うか、これまだ解いてないのか、俺。ラジオじゃないんだ。ビブラスラップ、いきます。ラジオじゃなかったよね、確か。どうだ、頼む、もう嫌だ、俺白い手は嫌だ、嫌だ。あー、これ待って、終わったやつだ。これピンポンは、これ死んだやつだよね、確か。え、違ったっけ？さっき俺ピンポンでこれなんかゲーム落ちて終わったよね。あ、でも、え？ビブラスラップで合ってたのか、さっきのは一応。これまたゲーム落ちる？嫌だ、俺ゲーム落ちたくない。ゲーム落とさないで。嫌だ。落ちんなよ、ゲーム。ゲーム落ちる前になんかするとか？あ、どんどんしてる。これでも、おい、バカ、ゲーム落ちるわー。100% ゲーム落ちるわー。まあ、ということで、多分あの白い手のやつはビブラスラップで正解だったのかな。よくわかんないけど。てか、ゲーム落ちることによって全回収不可能じゃねえか、このゲーム。
まあそれも怪奇現象ということで、いや面白かったこのゲーム、怪や。皆さんも怪奇現象起こる場合はぜひ怪奇現象の原因をね突き止めましょう。じゃあバイバイ。